俺触らない方がいいと思うんですよ。バカ言ってんじゃねえよっつって。不安を自信に変える。自信から確信へ。大好き松坂。地上波初登場。全米流すのやめてもらっていいですか。うん、いやー迷うな、どうしようかな。学ぶ、はい、パクってもいいよ。何ですか。YouTube とか見て。ああそうか。いや意地張ってもしょうがないから。ジェネラルっていう、あーオッケー、いや、まあ、とりあえずいつもので行こう。うん、不安を自信に変える。自分を信じて。いつやるの。明日でしょ。サビハで変える。え、改正 OK のつけ。あ、OK のつけですか。あのファンタムも入ってるんで。あ、どうもどうもありがとうございます。あー、重へぐね。へぐね、はぐね。これどっちっすね。これさ、椅子さ、椅子近くにあった方がいい。あ、まだ、あ、でも椅子、もう椅子、もう椅子だけに。椅子も、椅子だけに。もう椅子、椅子だけに。もうチェア、もうチェア、もうチェアってこと。みんな学ぶに話しかけるんだ。怒られてもいいな。大平さんが怒られてもいいな。もう注入してると前にスティック飛ばすがあるんですよ。怖え。怒ってるこの野郎。離脱したっす。実はこいつは歴史があるから。そうね、このマイクの。乗ってくる。え、山本さん、ありがとうございます。ぶったびー。ずっと寝かしてたんですよ、俺、これ。あ、そうなの。はい、マジ。まだもったいないなと思って。でも、そろそろ、とうとう被るときが来たっていう。もったいないなって、マジ。あな。
ました、ここに。いいよ。おはようございます。くぅ、たまらんぴー。アプリでピッチがずっと出っ放しになるやつあるよ。あ、そうなんですか。それさ、ピンピン押さなきゃ出ないじゃん。ピンつって出っ放しになるやつあるよ。あ、俺持ってるわ、それ。それどういうのかな。そっちの方がいいのね。お任せるけど。でも、そのお前の腕、世界に羽ばたくから。あんま頼りたくないですよね。まあ本当は使ってもこれでいいんだろうけど。まあなんか基準探しのさ、リファレンスっていうか。全部できて。なんかそれっぽくなってきたでしょ。それ今何広角つけてるの？ビデオ撮ってるの？動画撮るときは言いなさいよ。やばい。お、あれもね。ループだけ外しちゃう。大丈夫です。